後になって、後出しじゃんけんじゃないかと言われても嫌なので、今ここで言っておきます。NHK 大河ドラマ、鎌倉殿の13人の解説をしている八木下ドラマ映画解説というチャンネルがあって、私はそのどちらもファンなので、毎回楽しみに見てるんですね。そして、先週の回が終わった段階で、私は八木下チャンネルに今後の予想をコメントに残したんですよ。なのにめっちゃスルーされて、なんで意図が伝わらなかったのかなと思い補足を書き始めたんですが、少しばかりの補足では全然言い足りなくて、いっそのこと動画一本上げて補足動画にしようかなと思い立ったわけです。こんにちは、サガンです。皆さん、鎌倉殿の13人、ご覧になってますか？先週はいわゆる牧師の変でした。北条時政と陸のクーデターが終わり、すったもんだの末、陸と時政が伊豆に流されるという決着を見ました。そして時政、義時が今生の別れを言い合う感動的な場面もありましたが、私が一つ気になったことは、時政と陸が伊豆へ退場という結果を見た後に、女暗殺者である唐が陸に切りかかろうとしたんですね。そしてそれを三浦義村が間に入り、陸を助ける一方で唐に俺の女にならないかと口説いている場面が出てきたんですよ。あれはどんな意味があったのか。ネットでは暗殺者すら口説こうとする義村の女好きとか、義村と義時の間で了解が得られており、陸に向けて二度とこんな気を起こすんじゃないぞという脅しを込めた芝居だったのではないかなど、さまざまな感想がコメントに出ていましたが、私はこれは今後義時、義村、そして唐の関係を暗示する伏線になっていると思いました。相関図を見ながら説明します。牧師の変というのは、北条時政の先妻の子対時政の後妻一族の権力闘争です。図で言うと、ピンク色が時政の先妻の子供たち、青色が後妻一族です。時政から見れば、将軍実朝は血のつながった孫なのですが、陸から見れば自分の血のつながりはありません。そこで陸は娘婿を将軍に立て、執権の座を自分たち一族でつないでいこうという画策をしたわけです。いわば北条一族の内部抗争ですが、結果は義時、政子側の勝利となり、まあ図で言えばピンク側の勝利となり、現政権は安泰。そして時政、陸は本来なら謀反人として処刑されるべきところを伊豆に追放という形で一件落着したわけです。ちなみにグレーの色の人物は比企家に関係した人間であり、比企の乱によりすべて殺されていますので、この段階では関係ありません。で、前回の内容ですが、私がと思った部分は、処分が決まり、話が一件落着した後に、北条義時配下の女暗殺者等が出てきて、陸に襲いかかろうとした場面です。何のために殺しに来る？誰の命令？ってちょっと思いました。この構想の黒幕である陸が憎くて殺したかったなら、公に謀反人の罪状を突きつけて処刑すれば良いわけです。その方が身内に甘いと批判を受けずに公正な態度を示すことができるはずです。なのに
公には批判を甘んじて受けながらも処分を軽くしてもらい、陰でこっそり殺す、その意味がわからないと思ったのです。義時にメリットがないですよね、こっそり殺す意味が。しかもそこへ三浦義村が現れ、腕達者の党を軽くあしらいながら、俺の女にならないかと党を口説く場面が出てきました。私はこれは今後に起きる義時義村の対立の伏線を張ってきたと思いました。それはいつか鶴岡八幡宮の式典で義時暗殺、大黒柱義時を失って北条氏の弱体化、実朝の失脚、公暁を将軍に仕立てて三浦義村がついに執権の座へ。義村はこんなシナリオを描いていたのではないでしょうか。経図をご覧ください。公暁の父親頼家は北条政子の子供であるにもかかわらず、北条氏によって殺されています。公暁にとって義時は親の仇であるばかりでなく、一族の仇でもあるんです。そしてその公暁の乳母はなんと三浦氏がなっているんですよね。この頃の乳母は単に乳を与えて子供を育てるというだけではなく、乳飲み子から乳母の館で一族を挙げて育て上げ、やがてその子が天下を取った暁には一族の繁栄につながるという権力に直結する大事な役どころでした。頼家の乳母は比企氏だったので、比企氏の力が強大になりました。このため北条氏によって滅ぼされました。その弟の実朝の乳母は北条政子の妹の実衣であったために、実朝は北条家丸抱えで育て上げられました。頼家の妻は比企家出身、その子一万も比企家の庇護のもとに育てられようとしたために比企の乱で殺されています。一方もう一人の妻は三浦家ゆかりの女であったために命は安堵され、その子公暁の乳母に三浦氏がなったわけです。となれば実朝の乳母である北条氏と公暁の乳母である三浦氏の間に執権の座をめぐって対決場面が起こるのは時間の問題です。義村は今までに何度も北条に勝つチャンスを前にしながら義時に勝利を譲ってきました。遠慮をしていたわけではありません。まして友情のためなどではありません。義村は万全の機会を待っていたのです。そしてそのために周到に網を張って時が来るのを待ち構えていました。将軍になる見込みはないなと思われていた公暁の乳母になったのも、党を手に入れようとしたのも、常に義時の脇役で甘んじてきたのも、時が来るのを待っていたのだと思います。ここから先は私の妄想ですよ。義村は青年に達して鎌倉に帰ってきた公暁にささやきます。あなたの父頼家殿を殺したのは執権北条義時殿ですよ。妻も子供も殺され、将軍の座を追われ、最後はご自身も刺客によって無残な殺され方をしました。どんなに無念な思いで頼家様は死んでいったことでしょう。本来ならあなたこそが将軍ではないですか。仇を討つのはあなたしかいませんよ。明日は鶴岡八幡宮で式典があります。そこには有力な御家人がすべて参加します。北条義時も参列しますよ、と意味ありげに公暁を見ます。
工業は驚きと不安で吉村の顔を見ます。吉村は笑ってうなずきます。大丈夫です。あなたは親の仇を討つのです。誰からも咎められません。義時さえいなければ北条ごときに下る三浦ではありません。あなたにはこの三浦がついていますから。そして翌日、雪が降りしきる中、工業は大銀杏の陰に隠れて義時を伺います。しかし鎌倉中の有力御家人が居並ぶ中、義時の姿が見えません。式は粛々と進み、工業は焦ります。そして式が終わり、実朝一行が帰るために階段を降りていきます。工業は思います。実朝も義時と同罪ではないか。我が父を殺した北条に抱え込まれて将軍の座についているが、本来将軍は父頼家のものだった。父も兄も殺されてしまったが、その座を受け継ぐのは私ではないか。おのれ実朝。こうして工業は実朝に切りかかり、不意をつかれた実朝はよろけながら倒れて首を切られます。居合わせた一同は凍りつき、皆の動作が止まる中、工業は実朝の首を抱えて走り出します。どこへ。北条氏の追っ手が迫る中、工業が首を抱えて三浦館まで走ってきます。門の前で吉村を呼ぶ工業。しかし館の門は固く閉ざされて、中から助けが出てくる気配がありません。背後に迫る追って必死で門を叩く工業。そこに静かに現れると、ようやく助けが来たかと振り向く工業に党の人たちが突き刺さる。工業はなぜ自分が殺されるのかわからないままに死んでいったのかもしれません。説明を聞いている時間はなかったはずですから。吉村は義時さえいなければ三浦が北条の下手に下ることはないと言ったのに、義時は生きている。そして工業が実朝の首を持って我が館に逃げ込もうとしている。吉村最大の窮地。この時に吉村を恋してしまった党が吉村の窮地を察して実朝の口封じに動いたと私は想像しました。命令のままに人を殺すことを生業としてきた暗殺者が、ひとたび人間らしい心を持ってしまうと殺人に隙が生じます。そしてその隙は自らの死を意味します。育ててもらった善児がそうでしたね。私は党の死に場所はこの場面だと思っています。あるいは、ちょっと和田の合戦の時に巴御前と戦って窮地に追い込まれた吉村をかばって死んでいくか。どちらにしても吉村のために命をなくすという設定で党は死んでいくように思います。皆さんどうお考えになりますか。いや、また長い歴史の関係の作品になってしまいました。最後までご覧いただいた方、どのくらいいらっしゃるでしょうか。ここまで見ていただいた方、ありがとうございました。サガンでした。